キングストンはアメリカ合衆国ペンシルベニア州北西部のルザーン、軍のボロである。軍庁所在地のウィルクスバリシュとはサスケ花川の対岸にある。2010年の国勢調査での人口は13,182人だった。キングストンはロードアイランド州キングストンから名前が取られた。1857年にボロとして法人化された。その後ホームルール検証を採択し、 1976年1月に有効となった。キングストンはアメリカの教育における画期的な開拓者として豊富な歴史がある。1775年、その前の1773年に学校ができていた場所に新しい学校が建てられた。これがペンシルベニア州では最初の公立学校だと言われている。キングストンには ワイオミング神学校のアッパースクールキャンパスがあり、1844年に創設された権威あるカレッジ準備学校である。この学校は初年度に男子17人、女子14人の合計31人の生徒を集めて設立された。今日のワイオミング神学校の歴史あるキャンパスには約450人の生徒がおり、また44トにある。 ロワー,ースクールには幼稚園前から8年生までの児童生徒が入学している。1972年6月、キングストンはハリケーンアグネスに由来する洪水の被害を受けた。このハリケーンは当時としてアメリカ州の中で最も甚大な自然災害をもたらしたものであり、キングストンと隣接するウィルクスバリに大災害を起こし、ペンシルベニア州は緊急事態となった。 この自然災害で全国的な注目を集め、当時のリチャード・ニクソン大統領が街を訪れた。ニクソンはワイオミング神学校の卒業生で保健教育副首相の時間だったフランク・カールッチを洪水からの復興を監督する責任者にした。キングストンは北緯十一度十六分整形十五度十三分、北緯4 1二六七度整形7 5八八三度、 41.267-75.883に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、領域全面積は2.2平方マイルであり、このうち陸地2.1平方マイル、水域は0.08平方マイルで、水域率は3.61%である。ビルクスバリシとカービー公園とは、サスケ花川で隔てられている。 アメリカ国道11号線とペンシルベニア州道309号線がバックマウンテン地域からクロスバレーエクスプレスウェイとなって週間高速道路81号線都市の東にある州道115号線に至る。マーケット通りとピアース通りが橋によってキングストンと街の中心を結んでいる。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 ワイオミング神学校キャンパスにあるフレックホールに加えてキングストン武器庫、マーケット通り橋がアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。キングストンには歴史あるホイト図書館もある。これはサミュエル・ホイトの住宅であったものがその息子のフランク・ウェイストン・ホイトから公共図書館のためにキングストンボロに寄贈されたものである。 ボロ行政委員会の資金的な支援もあって、1928年1月1日に開館した。ジュリアン・ムーアが主演した2013年の映画、ザ・イングリッシュ・ティーチャーは、キングストンが舞台だが、撮影は、よそで行われた。ウィルクス大学など、ワイオミングバレーに関する言及がなされている。キングストンは、ホームルール検証のもとに運営されている。 立法機能は7人の委員で構成される委員会に与えられている。委員に対する給与は月300ドルである。行政権限は主張に与えられている。主張の給与は年間8000ドルである。キングストンの検証では上件の管理官を必要としている。衆議会のレベルでは、会員第120選挙区に属し、上院は第20選挙区に属している。 アメリカ合衆国会員ではペンシルベニア州第11選挙区に属している。2012年6月時点でキングストンの有権派の54%が民主党を支持していた。1990年代は60%が共和党を支持していたものが逆転してきた。ありがとうございます。